台東区からのお知らせです。成人の日を記念して令和6年台東区20歳の集いを開催します。開催日は令和6年1月8日月曜日祝日で、開式時間は午前10時30分です。浅草公会堂で行います。ご入場は20歳を迎える方に限ります。保護者の方の来場はご遠慮ください。特別な配慮を必要とする方は事前に区までお問い合わせください。区内在住の対象となる方には12月初旬に案内はがきをお送りしています。対象者ではがきが届かない方や、以前に台東区在住で現在区外にお住まいの方もご参加いただけます。詳しくは台東区公式ホームページでご確認ください。お問い合わせは子育て若者支援課青少年担当 03-5246-1341 番までどうぞ。 YouTube 台東区公式チャンネルでマンション耐震セミナーを配信しています。気軽に専門家の話を聞くチャンスです。ぜひご覧ください。マンション耐震セミナーでは、青木あすなろ建設株式会社の斉藤富士夫さんを講師にお招きし、マンションの耐震改修の必要性と取り組む際のアドバイスをテーマに、動画2本立てでお話しいただきます。セミナー動画は台東区公式ホームページからご覧いただけます。ホームページのサイト内検索で台東区マンション耐震セミナー動画と検索してください。またスマートフォンなどをお持ちの方は、画面上の二次元コードを読み取っていただくと動画ページにつながります。お問い合わせは住宅課 03-5246-9028 番までどうぞ。中央図書館2階の郷土資料調査室で、企画展日記が語る台東区10花見の日記を開催します。期間は12月22日金曜日から来年3月17日日曜日までです。本展では今年没後200年を迎えた太田南畝の花見の木など花に関わる作品から台東区の部分を抜き出し紹介、また区内の花名所を描いた色刷りの和本浮世絵を展示します。お問い合わせは中央図書館郷土担当 03-5246-5911 番までどうぞ。国の重要無形文化財である雅楽の特別公演、宮中雅楽の夕べを開催します。日本の伝統文化を味わえる貴重な機会です。ぜひ足をお運びください。開催日は令和6年2月10日土曜日午後4時開演、浅草公会堂で行います。演目は管弦大敷町の寝取り他3曲、舞楽作法玄城楽眺望楽です。宮内庁式部職学部の皆さんにご披露いただきます。入場券は1階席5000円、2階席4000円、3階席3000円で全席指定です。なお未就学児の入場はご遠慮ください。ご希望の方はカンフェティのウェブサイト、もしくはお電話か浅草公会堂の窓口でお買い求めください。お問い合わせは台東区芸術文化財団宮中雅楽担当 03-5828-7591 番までどうぞ。現在保育の必要性の認定を受けている方へ、認可外保育施設の利用料の一部を無償化していますが、令和6年10月から無償化の対象となる認可外保育施設が変わりますのでご注意ください。現在無償化の対象施設は区へ届け出があり確認を受けた認可外保育施設です。令和6年10月から無償化の対象施設が区
府の確認を受けた上で、指導監督基準を満たす旨の証明書の交付を受けている認可外保育施設へと変更になります。指導監督基準を満たさない施設をご利用の場合、保育料無償化の補助を受けることができなくなりますので、ご注意ください。制度の内容や対象施設などを詳しくは、台東区公式ホームページをご覧いただくか、区までお問い合わせください。お問い合わせは、児童保育課給付担当 03-5246-1309 番までどうぞ。